カインチュアは、ベトナム南部のメコンデルタ地域の特色あるスープである。近年は、近隣のホーチミン市は、もちろん、ハノイなど北部でも広く食されている。カインチュアのカーンは、澄んだおつゆ、チュアは、酸っぱいを意味し、文字通り酸味のあるスープである。スープの酸味は一般に、タマリンドによって出される。タマリンドは、少量湯に入れて、しばらくかき混ぜ。 酸味がよく出てからスープに加える。タマリンドのほかメコン側から取った魚、パイナップル、トマト、もやしで出汁を作り、具として、他にオクラ、ハスイモなどの野菜を使うこともある。カインチュアの具に合わせて、レモンのような香りのハーブである、四足さ炒めた、ニンニク、ぶつ切りにしたネギのほかベトナミーズコリアンダー、オーバコエンドロ、タイバジル等のハーブが薬味として添えられる。 火鍋で作るカインチュアは、ラウカインチュアと呼ばれる。左側はベトナム5名、右側が特色ある材料。ありがとうございます。